どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、なんとですね、ヘッドの、アストロゲーミングさんの、スポンサー契約したことを発表いたします。そしてですね、今回、提供していただいた商品はこちら、この2つのヘッドなんですけども、何が違うのかっていうのが、まあ使ってみて音質とかあんまり変わんないんですけども、こちらの方が、中の、付属がね変えられるということで、早速ちょっといじってみましょう。ニンニン、これですね、こっちのヘッドホン2つあるんですけども、今回僕がフォートナイトしていくのはこっちのヘッドホンで、やっていきたいと思います。何が取れるのかっていうと、ここの耳の部分が簡単に取れて、取った耳に対してここにね、新たなる耳をねピュッと変えれることができると。でマイクの方もすごい取り外しも簡単で、でこの上の、やつも、この上のなんて言うんだろう、支えるやつもすぐ取れて、変えられるんですけど、僕はこっちの方が好きなんでこっちにして使っていこうかな。そしてですね、こちらのアンプなんですけども、もうつけたら超簡単。こっちがヘッドのところにヘッドのなんかコードつけて、でここ USB、 僕パソコンから経由なんでパソコンの USB、セットしてあるものを使って、ここを USB パソコンにつないで、そして、パソコンで使うときはここ3秒長押しすればもうすぐ、使いました。僕もう機械音痴なんだけどすぐ分かりました。もうこれはすごいね。まあ音もこういう風に変えられて素晴らしく音がいいですよ。はい、こんな感じかな。よし、やっていこう。はい、ということでやっていきましょう。レッツゴー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 。はい、ということで来ましたよ。さあ一発でミクロしたい。はい、ということでもう今回は新しいヘッドホンを使用してるということで、アストロさんのヘッドホンを使ってるということで、もう一発でもうビクロしたい。本当にもう一発でビクロできなかったらもうできないからちょっと一発集中してね、頑張っていこう。レッツゴー。なんかカメラアングルが良くないね。下からだからね、これ本当は上からだけど、あえて下から行くっていう。カメラで盛るとか関係ない、もう下から行く。なぜかというと上から撮ると後ろ汚いのバレるからそれだけなんですよね。ちょっとね、いつもとね何が違うかっていうと、僕顔とか姿を出すとね突然と喋れなくなるっていう、なんか多分それなんだよね。陰キャの現れなんですよね。もう陰キャなんで僕もが陰キャなんで。おい、オッケー。いやもうビクロ一発でしろって言ってるね。もう一発だから、もう一発、もうこれ死んだらもうおしまい。あー、周りに敵がいないね。うん、宝箱の位置とかすごいね、聞きやすい。うん、音がいいね。あ、いたか今。危ない。オーケー。はい、ジージー、はい、ジェイマー、ステキュー。 SMG やっぱ強いわ。まずは1キル。いやー、軽く資材取っててよかったね。うん、完璧。なんだろう、なんかもう資材集めが楽しい。あとこの木材をさ、この狩るのも結構楽しいんだよね、実は。このどうやったら真ん中に行くかとかさ、まあ少しね考えてやってるんでね、やっぱ楽しいですよ、こういう些細なことが楽しい。あれ、これフォートナイトの説明じゃなかった、これアストロゲーミングさんのヘッドホンをどういう、
どういう音質なのかっていうことについて話し合うんだった。これね、アプリとかでなんかいじれるらしいんですよね。すごいね、いじられるんで、そういうところもね、いじっていただければ、なんか例えば高音とかもしかしたらできるかもしれない。ん？目の前。お、木の上か。でもこいつどうすんだ。風。あー、いいよ。ルギューン。アイオーゲリッチ。お、デカッパあるわ。ナイス。お、デカッパ3つ。じゃあちょっと砲塔クラフト、ちょっとおさらばだな。いや、これはでかいね。はい、じゃあいます。怖い。あ、ズーキューンって。いや、ズーキューンダメだ。やったね。はい、じゃあいます。やりやった跡がある、間違いない。いや、ほんと本当になんか顔出しとかすると本当に喋れなくなるな。なんこれ、頼むよ。なんかもうね、ビクロイしなきゃいけないっていう焦りがあるね。うん、これ良くない。いつもはもうなんか死んでもいいやみたいな感じなんだけど、もうここのこの一戦にはね、もうね、すごいね、プレッシャーを感じてるよ。誰だ、乾燥してんの。これ絶対乾燥してる人だ。やばい、木の猛者がいるか、どっかに。わっと。いやー、結構入ったね。いいね。オーマイグッネス、ありがとうございます。 Thank you。 ジッチ、オーケー、行こう。あ、アンチ大丈夫か。入った、残り9人。体力がすごいやばい。体力ね、バンテージでもいいからなんか欲しいな。やっぱ落下して倒されてる人が多いね。あーって聞いたわ。3発でかい。これ60ぐらい入ったんじゃない。あ、相手の方が HP は少ないはずだ。詰めよう、詰めよう。あ、なんかグレポンみたいに持った。オッケー、石。なるほどね、結構しんどいな。残り4人。リンゴもない。ああ、こうなったらバンテージでもいいけどな。山上にありそうだな、バンテージぐらいは。この上怖っ。売ってる？あれ、白バンテージ売ってそう。あ、売ってる、ラッキー。バンテージ買おう。75、安っ。さすが。よし、バンテージを買っちゃいました。な、75なんだね、白ね。安っ。お買い得だわ、これは。いそう、マジいそう。やり合った後はある。優勢だね。あー、やってるわ。残り3人。あ、なんかいそうだね、もう下に3人。うっ、ここいるっぽいよ。リロード音が聞こえた。すごい、このヘッドホン聞こえやすい。自分の音とか違いがすぐ分かる。すごいね。
はい、アイザイマース、テキュー。おっと、飛んだぞ。一発あんなとこまで逃げたよ。落ちた。飛んでいこう。一直線。ん？やばい、落ちちゃった。真下と真下とこっちだね。走り回ってる。怖いはず。オーマイグッネス。はい、オーケー。ラスト。いつの間にかに移動してたね。うわ、最悪。いいよ。危ない。危ないよ。やったんじゃないか。オーマイゴマシジー。はい、ということでですね、今回一発でビクトリーロイヤル取ることができました。ということでね、皆さん、私はですね、アストロゲームさんのエッドオン、スポンサーについたことを、皆さんにねお伝えしたくて、この動画を作りましたということで、動画の概要欄に、アストロさんのゲーム、リンク貼っておきますので、皆さん、よかったら見てください。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。ピカーン。